とかわしきってはいなかったんですけれども、しっかりとシュート決めてきました。カークのピックを使ってカークに渡る、小原がついているところ、バスケットカウント、決まりました。バスケットカウント、ファウル、横浜町中1が小原の技、個人ファウル達成、チームファウル2つ目です。おさかべ、ここは横浜ゾーンディフェンス、須田のスリー、また決まりました。残りは5秒、もうプレーは続けません。ここでタイムアップ、最終的には83対57。